はい、松浦君です。お願いします。昨日宮島のレポート見てたけど、宮島行ってなかった？宮島行ってないです。嘘。え、厳島神社とかなんかいろいろレポートやってなかったっけ？あ、それはどっかの番組で。え、昨日放送だったんですか？そう。あ、昨日だっけ、一昨日だっけ。撮影はね、あのサマーナイトの次の日、うん、優勝した後だったみたいな。そうそうそう、やりました、ね、なかなか喋り上手くなったな。ありがとうございます。え、カメラに向かって一人で喋るのってなかなか難しいだろう。難しいです。あの、でも何回かね、撮り直したりはしてますけど。撮り直した。はい。え、だってコメントってさ、どうなん、自分で考えるの、なんか台本用意したの？台本一応あるんですけど、うん、まあ、結構自分で、あの、ニュアンスとか、まあ言葉とかは結構変えて、まあ自分の言葉で喋ってます。うん、その方が楽だと思うよ。そうですね。うん、俺もダメだもん。台本読めって言われるとほとんど噛みっぱなし。覚えるのが大変ですよね。全く台本なしで、あの、記憶力が悪いんで、暗記しないんで。一緒です。ね、自分の言葉で喋った方が。だからレースと一緒よ。はい。最初にこうやろうと思っても、はい。その時にね、感性で対応しなきゃいけないじゃん。はい。その辺が松浦がね、やっぱ随分成長したんだろうなと思ってさ。ありがとうございます。で、だってこう見たらさ、データ見たら、まだドリームって3回目？はい。ね、2回しか乗って、その前にオリオンが1回ぐらいあるのかな？そうですね。はい。ね、だからまだここ4年ぐらいなんだ。はい。それ以前は普通の選手だったんだね。そうです。ねえ、随分変われば変わるもんだなと思う。ありがとうございます。ね、ああ、まあどう、ドリームレースって選ばれて。いや、まあ嬉しいです。まあ去年とか今年の前半の成績がやっぱり自分の中では納得いってなかったですし、うん、まあたくさんファンには迷惑かけたなと思ってるんで、まあ、あの、そういう意味で2位に選んでもらえたのはすごい嬉しいですね。え、番組やってるのも影響してるんじゃない？ファン投票に。それありますかね。どうなんでしょう。だって露出してるわけだから。まあ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 、そうなってくれると嬉しいですけどね。ね、はい、やりがいあるもんね。はい。そういうのでやっぱり票につながったりとかさ。はい。で、その分やっぱり責任を重たくなるからね。まあ、そうですね。はい。うん。しっかりとね、結果を残さないといけない。はい。はい。まあ、今回はなんか、清水、俺が前でやるって言ったらしいじゃない。まあサマーの時ぐらいにもうオールスター前でやりたいっていうのは言ってましたけど、決めてた。はい、うん、これね、相手が脇本だ深谷っているけど、まあそれに対してその選考争いとかするわけじゃないだろうけど、やっぱり持ち味を出して、まあ、あの、そうですね、展開どうなるかちょっと分かんないですし、まあ走ってみないとちょっと分かんないですけど、まあうまく、でも松浦だったらなんかやってくれんじゃないかなってファンの皆さん期待してると思うよ。もう必ず何かはします。はい、ね、そこが松浦のいいとこだから。あ、だからこそね、まあ、あの、1位は地元の平原だから、まあ、しゃあないなと思っても、はい、2位に選ばれてるわけで。まあ、ドリームレースなんで、やっぱり、選ばれた以上は、あの、しっかり、いいレースしたいなと思いますね。うん。あの、ね、サマーナイトも優勝したし、コンディションは別に維持してると。まあ、維持というか、今回が一番いいかなと思います。この暑さ関係ないの？まあ、ナイターですし、うん。うん、まあ、走り終わって暑いぐらいで、まあ、そこまで僕は気にはならないです。練習の時にやっぱり気にならない？練習の時はめちゃ気になります。ね。ただ、あの、開催中やっぱね、どこもクーラー効いてるんで、うん。まあ、どっちかっていうとクーラーで冷えすぎないように気をつけるぐらいですね。開催中はね。はい。ってことは普段の練習の時の方が気使うこと多い？まあ、暑いとやっぱり、そうですね、水分も気をつけて取らないと不足してしまうし、まあ、エネルギーも結構消耗するんで、うん、まあ、やりすぎには注意しないとなっていうのもあったりします。あとはさ、暑さでこうやっぱり集中力変えたりするじゃない。うん、それはあります。 危ないじゃない、はい、ね、自転車って結構ねスピード出るから危ないんだよね。ふらついたりとかしたらやっぱりやばいですもん ね、はい、まあ競争の時は時間が短いから、はい、それほどもないだろうしね。はい、はい、まあ、今回、じゃあ、松浦の楽しみって、オールスターでは何？オールスターの中で、松浦が楽しみにしてることって。楽しみにしてること？うん。松浦らしさっていうのは、そういうところに出ると思うんだけど。まあでも、ね、サマーナイト優勝したし、うん、まあ、犬伏君とまた連携したいなっていうのもあったりしますし、うん、まあ、ドリームはね、今のところ一番楽しみなんですけど、まあ初日走ったらまた変わると思うんで。まあそれはね。はい。うん。毎回毎回ね、目標っていうか、変わっていくわけで、
着順によっても変わるしね、はい、内容によっても変わるだろうし、はい、まあ、ドリームレースしっかり戦って、まあ、今回のコンディションがすごいんで、うん、まあ、今の自分の力は最大限出せると思うんで、まあ、そこで脇本さんとか深谷さんとかとちょっと力の差を感じてどう戦っていくかを考えて優勝につなげたいなと思います、うん、今回も期待してるから、はい、頑張ります、しっかりと、はい、では一言、はい、ファン投票2位に選んでくださってありがとうございました。期待に応えられるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。